ハリーオンは第一次世界大戦の最中にイギリスで活躍した競争馬であり、後年守護馬としても成功を収めた。父はケンブリッジャーステークスの優勝馬、マルコビル、母はトートスイトである。オーナーはウィスキー醸造で財を成したジェームス・ブキャナン、長教師は後に歴史的名長教師としての評価を受けるフレデリック・ダーリングであった。相当な巨感馬であったため、 仕上がりが遅れ、初出走は3歳の6月であったが、戦時中のためニューマーケット競馬場で開催された、セントレジャーやジョッキークラブカップなど6戦の全てを圧勝して、無敗のまま現役を終えた。ニューベリーステークスでは、同年の1000ギニーカチューマを破り、セプテンバーステークスでは、同年の2000ギニーカチューマを任している。 ハリーオンは、タネボバとしても、大成功を収め、3頭のダービーは、キャプテンカトル・コロナック、コールボーイや、アスコット・ゴールドカップに勝ち、シュボバとしても成功したプリシピテーションなど、多数の活躍場を排出し、1926年には、イギリスリーディング・サイヤーとなった。同じ1926年のアメリカのリーディング・サイヤーは、同じマッチェム系の万能王であり、 マッチェ向けは空前の繁栄を迎えていた。また、同じ頃日本では同系のチャペルブラムプトンがリーディングサイヤーになっている。ありがとうございます。